何何か不自然なことある。普通なんだけど、普段着なんだが。ちなみにマジで考えてない、考えてなかった。M8 良さそうよね。やっぱモダンで、まあ俺結構モダン使ったんだけど、じゃあ使えようで、使った側の人間、じゃあ使えようには定評がある。モダ表まだちょっと分かんないけど、そのモダンにおいて大事なのって、まあまずその、まあもう本当当たり前のことなんだけど、まあデメリットが少ない、まあ要はその出せない技がクラシックと比べて少ない。その全然出せない技多くなるキャラとかいるのよ、キャラによっては。ただ今回のエドはカプコンが、俺昨日も言ったけど、やっぱエドはね、初心者から上級者まで使ってほしいというメッセージが至るとこに込められてるのよ。特にエドってその元々モダンキャラじゃん。スト5の時にワンボタンで技出せるっていうキャラで、元々エドが好きな人ってコマンドが苦手でエド使ってましたみたいな人もまあいるのよ。でも今回そのコマンドになったことで、うわーっていう反応実際あったから、最初ってなった時に結構やっぱ M とかをしっかりこう作るっていうのは大事で、まあそういう意味ではかなり M がなんかデメリット、他のキャラに比べてやっぱデメリットが少なく作られてる。大体の技出せる、必殺技全部出せるし、出せない技がこれとこれ、しゃがみジャック K と、これしゃがみジャック K がね、ゴフレだからゴフレ反撃がなくなる、めちゃくちゃ反撃が弱くなる。実際これ結構な、ラッシュ止めるのにも多分使いそうだから。ただこれリターン自体はそんな出る技じゃなくて、しゃがみ中継、そう、ただモダン結構そのゴフレ反撃がなくなるわ、全然あるあるだから中和しないと大ピーパニカンのリターン減らない。大ピーパニカン、まあ大パン自体が確認できるからな、そんなにこう驚異的なめちゃくちゃデメリットがあるとは思わないね。そこは牽制で使うのもこれな、どうなんだろうな、しゃがみに当たんないから先端が。あ、そう、モダンは TC は出せるよ、アシスト中で出せるよ。だ、出せないやつないっすよ。え、だからこれとこれとこれだけじゃないか、地上技は。ジャンプ攻撃は弱パンとこれ、これが出せないのが今後結構デメリットになる可能性はなくはない。これがないのとジャンプ大剣もジャンプ、うん、これちょっとやる気あるじゃん多分。で必殺技は全部使える。で 80% そう、強度も全部いけるんだよね。これ弾も弱中強、これがモダンなんだ。でその後は弱中強で弾速は変えれて、昇竜も全部ある。でワンボタンがこれで、でフリッカーもコマンドで全部ある。でナックブリッツも全部ある。キルステップもある。いやだから使えない技ないっす、ほぼ。ジャンプ攻撃はジャンプ中継がちょっと気になるぐらいで、それ以外はまあ別にめくりもあるし、だほんとこれ、この2つ、この2つがどうか結構重要なパーツには実際になると思うから。 SA2 の、そうで、これ面白いんだけど、 SA2 が暗転後に弱中強を選べます。これ入力してから暗転して、これ強じゃん、これ暗転してから選ぶ。みんなが今コメントに書いてくれたら全然変えるよ。暗転した瞬間に言ってくれたらそれにします。とレバー入れで前か後ろかニュートラルで多分変わる。いただきます。じゃあほい、中、はい中、ほい中、はいジャック、はいジャック、ジャック、はいジャック、ジャック、今日、はい今日、入力してからね、入力してから、早くジャックって感じで一応選べるんだ。本当に安定語に読んで疑ってる。ただこれがどこで使うのっていう、これがなんか弱中強がなんか明確に使い分けれるんだったらめちゃくちゃメリットだなっていう。そう、安定してから選べるメリットがちょっと今んとこ、これが選べることが何か強いかと言われるとちょっとまだわからない。まあまだわからないが、一応なんかその全部出せるっていう話です。で弾も弱中強、これ波動がこれなんだ、フリッカーなんだ、これ波動なんだけど、波動じゃない、これはワンボタンなんだけど、普通中とかしか出せないんだけど、これラシードとかも一緒で、モダンラシードもレバーで選べるんだ。ワールがこれワンボタンなんだけど、ワールをこうやってレバーで変えれるんだ。これ普通のキャラは
中しか打てないとかなんだ。まあ、決まった強度しか打てないんだけど、剣とかは、モダン剣とかはもう大波動しか打てないだ。大波動か OD 波動しかない。モダン剣は弱波動、中波動ないから、打てない。波動が甚大になってるから、強波動しか打てない。だからやっぱこの、DLC キャラに言えるけど、DLC キャラはやっぱモダン結構ちゃんと作ってる。だからまず、ほぼほぼ、この辺の、既存のキャラは、元々の初期キャラは、で、モダンでちょっと調整不足のキャラは、次の調整で、まあ、まず入るね、調整は。この感じだと。という感じで、かなりエドは、モダンもしっかり作られてる。初心者にも良くて、でも結局ちゃんと作られてるということは、結構上位帯でも使える。で、今、デメリットが少ないって話してたんだけど、まあ、デメリットが少ないだけだと、まあ、デメリットが少ないだけでも全然使う価値あるんだけど、まあまあ、まずワンボタン SA が出せるから、これでまあ、まずメリットではあった。やっぱね、昇竜、こいつだから昇竜キャラじゃない。まず。俺の中で。昇竜キャラじゃない。なんか普通の昇竜体育っていう意識じゃないんだよね。まあまず銃なんで。なんで、まあ言うたらそのラシードとか、無敵はこれちゃんと1フレカーついてんだけど、結局ちょっと早く出さなきゃダメっていうところ。結局昇竜じゃ引きつけないんですよね。で、昇竜って俺、しゃがみで引きつけて、しゃがみ入力で出すんだ。だそれ出すとね、ダメで。これ、この、ここだと落ちてるじゃん。でもこのタイミングってさ、カラジャンプ、出されるんじゃん。まあ、早く出したらいいんだけど、結局なんかその、体が勝手にね、引きつけるようになってて、まあ単純にまあまあ遅いから難易度遅れた時にガウされるもあるけど、まあ単純に俺、そもそも引きつける。いや、立ち状態で出したらいいっていうか、まあ結局早めに出した方がいい。で、早めに出すと、ボーナスもあるから、モダン何がないの？しゃがみ弱系と、しゃがみ中系と、ジャンプ弱、ジャンプ弱パンと、ジャンプ中系と、ジャンプ台系と、だけかな。それだけ。あとこれが 80%。必殺技は全部出せる。デメリットだからほぼない。で、アシストコンボも偉くて、これ自動一言。自動一言。で、中は、結構、初心者隊も熱くて、これも自動一言。ここまで。一応、最後までやるね。最後までやると、ここまでやる。まあ、ここは、上位隊ではまあ、あんま恩恵ないけど、初中級者隊まではまあ、ありがたいアシスト中。で、次が偉いんですけど、次が、これアシスト大根。これアシスト大根。これ、大パンから、この、ここ目押しなんだけど、本来。ここまで自動でやってくれます。これ、言うならば、ルークのしゃがみ大パン、チューナックルジャストをアシストコンでやってくれてる感じ。これ、手入力でやると、こうなったり、こうなったりする。早いとこうなるし、遅いとこうなる。まあ要は目押しなんよ。だって目押しで繋がるコンボなんだけど、ここの目押し部分がアシストコンボでここまでやってくれる。これはどこまで行ってもメリット。これは初心者から上級者までもメリットっす。カプコンカップでルークあんだけ言われてたけど、なんだかんだルークコンボ見せてたでしょ。だから、このコンボも、なんだかんだミスるんですよ。普通にやると。なんだかんだミスると。で、あとはワンボタン、OD 勝利もやっぱ、恩恵はでかい。切り返しっていうよりは、玉抜けとか。まあ、ちなみにこの玉抜けに関しては、レバレスだと別に3フレ入力あるから、恩恵は、まあさっき言ったみたいに、そこまでないんだけど。まあ、それでも言うて恩恵ある。ルーク、マリザ並みにモダンの恩恵ある。ワンチャン、一番ある説。いや、まだわかんない。いや、結局、さっき言った、ない技の重要性がまだわかんないから。俺、想像以上にしゃがみ弱系としゃがみ中系が必要な可能性があるから。ただ、なんかその、シナジーも結局あると思うんだよな。エドの、なんかメインって結局なんかこの近距離でわちゃわちゃする。しかも近距離でわちゃわちゃって別に投げと、シミーと、があれば別に。投げ、シミー、グラつぶしも別に、カウンター前提であれば。全然伸びるし、5フレ反撃も相手の5フレの反撃をガンガンガードするような状況になるかどうかみたいな話もあるから、まあエドっていうキャラがどういうこう立ち回りが
ベターというか、強くてみたいな、まだわかんないから、結局それによるね。だからそこの、エドっていうキャラの強みが、その立ち回りにもっと寄ってるキャラであるとするならば、やっぱりさっき言った対空がちゃんとリターンが出るようになる、出しやすくなるとか、切り返しがしやすくなるっていう方が、強みはより出るじゃん。立ち回りが硬くなるから。っていうので、まあまあ、まだちょっと、モダンが、まあただ、まあ少なくともモダンは相当ありだと。いや、エド、二刀流、エドはね、二刀流ないね、これ。ルークは、クラシックとモダンで使い分けるは全然ありなんだけど、エドはないかな。どっちかでいいと思う。なんか、このキャラにはクラシックではないかな、エド。まあ、要はその、変わんないんだよな。俺の中であんま変わんなくて。C ルークと M ルークは別キャラだから、全然。エドは別キャラってほど違くない。なんか、やれることの精度が変わる感じ。で、その代わりに、ちょっと、小回りが効くようになるとか、っていうぐらいの変化かな。C と M だと。だから割と好みで使っていい気がする、エドは。自分のその苦手な部分。例えば、対空苦手だったら全然モダンでいいと。ただ、まあ、苦手っていうか、得意だとしても一応エドは大変だとは思うけど。モダン適性は相当あると思う、エド。普通に全キャラ屈指じゃないかな。今いるキャラだと。まあ、多分調整で次ね、モダン絶対入るから、足りてないキャラはモダンの調整入ると思うから、それで完成度が上がったりとかはあると思う。